皆さんこんにちは、アキシと申します。さあ今日もですね、スキビディトイレのファンメイドのお話見ていきましょう。今回はですね、こちらスパイダールンドさんという方のね、チャンネルに遊びに来させていただいております。はい、こちら見てください。65話にもしアップグレードされたタイタンテレビマンが出てきたらというお話がね、このチャンネルで見れるらしいんですよ。はい、65話といえばですよ、こちら本家なんですけれども、アップグレードタイタンスピーカーマン、そしてアップグレードタイタンカメラマン、バーサス偽物なのか、これはクローンなのか、それともね、なんだ本物なのかっていうのね、ちょっと議論されてますけれども、 G マンが戦う回ですよね。この回にもしアップグレードされたテレビマンが出てきたらというお話でございます。いやー、まあ、マルチバースみたいな感じですよね。ファンメイド作品となっておりますので、全くどうなるかわかりません。さあ始まるぞ。これは本家映像だよね。さあこっからがファンメイドの話かな。さあ着きました、アップグレードタイタンカメラマン&スピーカーマン。お、早速現れる、アップグレードされたタイタンテレビマンが出てきた。かっこよくね、めちゃめちゃ。このね、両側にもスピーカーがついてるね。最後こんな感じでね、ブレード出してましたね。長このブレード。右手の武装がね、ちょっとよくわかんないですね。これなんだろう、シールドかな。でね、アップグレードタイタンカメラマンと結構ね、バックパックは似てますね。ウィングユニット多分ね、ブースターで飛べると思うんですけれども、両肩にアップグレードタイタンカメラマンに似たようなキャノンがついてますね。そしてね、シネママン時代についていたスピーカーがちょっとちっちゃくなって両側についてますね。そして両肩に、これもシネママンの時についていたヘリコプタースピーカーかな。あとね、このなんだろう、ニョキって生えたアンテナみたいなやつ、これも気になるよね。さあ次のお話見ていきましょう。どんな感じで戦うのかめっちゃ気になるね。さあアップグレードタイタンテレビマン戦うのか。おお、すごい、ブレード長。おーっと、雑魚敵をどんどんと倒していく回か、これは。いや結構やられちゃってるけど、いやーすげえリアルだな。本家と結構読みもね、似てるしね、忠実に再現されていますね。さあやっぱりバックパックで飛べる。さあそして紫色のね、はい、バックファイヤーですね。アップグレードタイタンカメラマンはね、青色にアップグレードされてましたが、やっぱアップグレードタイタンテレビは紫色ということでね。さあどうなんでしょうか。まだねブレードでしか攻撃しておりませんが、おーっと、見つめ合ってるよ、見つめ合ってる。あははは、顔が可愛い。さあ戦うところが見れたのね、結構嬉しいですね。このブレードめちゃめちゃかっこよくない？やっぱね、テレビマンといえばこのね、肩についていた黒ブレード、そしてねこのね、両腕についていたチェーン付きのねブレード、結構ね、音で攻撃することもあればブレードで攻撃することもある、でワープもできるしっていう多彩なキャラだったんだけど、この世界のアップグレードされたタイタンテレビマンもかなり器用ですね。こうやってね、力も強いしね。うん、なんかアップグレードタイタンカメラマンと結構戦い方がね、似てますよね。はい、このね、胸のね、リアクターを守るためにこうやってね、閉まってたもんね、ちゃんとガーって。いやー、まだねこのね、上半身についてるスピーカー使ってないからね、これが必殺技だと思うんですけれどもね。さあバンバン見ていきましょう、パート3だ。さあ、お、アップグレードタイタンカメラマンのシールド、そして、あー、アップグレードタイタンスピーカーマンがぶっ飛ばされた。あれ、サイエンティスト戻ってきたんだけど、55話ではね撤退してそのままだったけれども、まさかこれは2対2になる流れか。アップグレードタイタンカメラマンに集中砲火を浴びせている G マン、サイエンティスト何もしてない。そして背後を取ったぞ。さあアップグレードタイタンテレビマンの活躍が見れるか。お、引っかくが、サイエンティスト引っかくが捉えられない。さあ G マンを爆撃するアップグレードタイタンテレビマン、お、ブレードで、おー、突っ込んでいて爆発。自爆っぽいムーブだったけれども、あれ、ちょっと待って、便器に顔が埋まってる G マン。そしてサイエンティストどっか行ったぞ。お、これ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 、タイタンテレビマンといえばこれ。でもうわー、サイエンティストも消えられますからね、シネママンのね、はい、パーツをね奪ってますから。あーっと、テレビの力を使うが、あ、刺さっちゃってるよ思いっきり、サイエンティストの攻撃。あ、なにこれ、これさ、トライタイタンの武器に似てんな今の。
さあこの世界はアップグレードタイタンスピーカーマンがぶっ飛ばされちゃったっていうね戦線離脱、そしてサイエンティストが来たということで、はい、本家よりもやばい状況になってますね。まあこれで2対2になるということでですね、勝てるのか本当にっていう感じですよね。はい、背後にですねアップグレードタイタンテレビマンが現れるが、現れると見せかけてまた消えるというね、結構高度な戦闘テクニック。そして向こうから突っ込んでくる、ドーンなんか当たって爆発みたいなシーン結構多いですね。いやーすごい攻撃力だよ。さあそしてですね、はい、この右手についたキャノンみたいなやつ、これまだね使ってないですね。で今回は、はい、このねタイタンテレビマンの得意技、はい、液晶での光での攻撃がね見れましたね。さあそしてねサイエンティストの右手のクロー攻撃を、はい、止める、左手で、そして光を浴びせていく。さあそしてこの後ですよ、この後必殺技、はい、これついに出してきましたね。背中のキャノン、これアップグレードタイタンカメラマンと同じなのかなと思いきや、なんかね液晶がついてんだよな。これは敵を捕捉するためのモニターなのか、それともキャノン撃ちながら光も浴びせるというめちゃめちゃ強い武装なのか、どっちなんだい、ということでね発射する前に終わってしまいました。さあ両肩についたキャノン、威力お披露目か、ちょっと見せてくれよ。シールド使ってんだけど、あ、やっぱテレビで攻撃してたね。そしてアップグレードタイタンカメラマン、なんか背中にねハンマー背負ってるのめっちゃかっこいいな。これ本家では見れないですからね。お、倒した、イエーイって拳合わせてるけど倒したのか。いやまだまだ全然ピンピンしてるよ、ジーマンしぶといですね、防御力あるからな。おーっと、ブースターを破壊、ブレードで。サイエンティストはどこ行ったんだ、抜けない、抜けない、まさかの抜けない、突き刺した後抜けない、あはは、そこを撃たれる。いやシールドついてるとかね、アップグレードタイタンカメラマンのいいところをねテレビマンに移植してる感じですよね。いやいやいや、かっこいいですねこの世界のアップグレードタイタンカメラマン 2.1 も。あ、倒した、ついにやったか、お、面白い顔してるぞタイタンテレビマンも。さあサイエンティストどこ行った、あ、首持ってるよ。あ、これ、もぎ取る？もしかしてもぎ取る？あ、これは、炎を浴びせる気だ。うおー、とどめー、浴びせていく。この世界でもGマンは偽物なのかどうか、わかんない、早く見せてくれー。さあ、冒頭注目です。はい、こちらですね。背中のキャノンの威力はね、あんま分かんなかったんだけど、でもね、赤色に液晶光ってるから、これ攻撃に使われてたんだよね。多分ね、光で攻撃しながらキャノンを浴びせるっていうめちゃめちゃね、強い背中のね、キャノンでしたね。そしてね、防御力もね、このシールドがあるから、まあ高いということですね。いや、アップグレードタイタンカメラマンの装備と結構被ってますよね。さあ、あっと？ごめん、実況し忘れてた。右腕はこれキャノンになってますね。発射口が4つあるから4連装キャノンかな？はい。結構な威力ですよ。ショットガンみたいな、散弾銃みたいな感じかな。はい、それでね、倒しましたね。この腕のキャノンでとどめさせて結構シーンとしては珍しいですよね。さあ、そして、このね、アップグレードタイタンカメラマンのね、ハンマーさ、いつもさ、どこにしまってんのってさ、思ってたんだけど、この世界では背中にこうやってね、つけてますね。いや、結構そういうとこがリアルで好きですよ。さあ、そしてね、本家でもありましたが、さあ、2対1となります。サイエンティストが消えてしまったということで、ここチャーミングだよね。抜けないのかいっていうね。抜けないのか、ちょっと待ってからキャノン浴びせていくさ、そしてシールドでガード。さあ、そしてGマンがドーンとやられて沈黙するんだよな、この後な。フルボッコですよ、フルボッコ。さあ、サイエンティスト出てこないんだよな。さあ、アップグレードタイタンテレビマンのお顔アップいただきました。なんかアンテナだと思ってたのはなんかレールっぽくも見えるんだよな。そしてね、テレビからね、ニョキってね、横に、はい、設置された、シネママンのスピーカーの部分のちっちゃいバージョンのやつ。それがね、やっぱ紫色に光ってますよね。これ使って攻撃するとこ見たいんだよな。はい、ここでね、攻撃するかと思いきや、とどめはアップグレードタイタンカメラマンがやっぱり刺すということでね。はい、俺が持っててやるから浴びせろっつってね。よっしゃーっつって。ウィーンボーンジーマンジーマンがやられる。はい、そしてですね、はい、この後どうなっちゃったかっていうね、まだ続きがありますんで。
さあパート5ですよ。今このチャンネルで出ている一番新しい最新話ですね。果たしてGマンはやられてしまったんでしょうか。そこが気になるところですが、さあアップグレードタイタンカメラマン 2.1 のリアクター攻撃で浴びせて、あ、やっぱり偽物だ。この世界でもやっぱりね、下に小さいスキビトレの顔が出てきた。なんだよスタップグレードタイタンテレビマン。さあそして、お、あ、同じ、やられてることは結構似てますよ。空爆される。さあそしてこの後オリジナルですよね。さらにどうなっちゃうんだ。こっからはマジで未知だぞ。さあアップグレードタイタンテレビマン、アップグレードタイタンカメラマン、どうなったのか。おお、火事だ火事だ。タイタンテレビマンじゃなくてタイタンカメラマンが燃えている。いや大丈夫ですか。うわ、なんか攻撃受けたよ。顔面直撃した。うわ強、このスキビディトイレ。いやーめっちゃ爆撃されてますよ。さあそしてアップグレードタイタンテレビマンは一体どこへ行ってしまったんだ。スピーカーマンも見えない。いやー周りが火の海ですね。おお、倒してる倒してる。上空で倒してたんだアップグレードタイタンテレビマン。やりますね。あー、シールドが使えなくなっちゃってる。いやアップグレードタイタンカメラマン大丈夫ですか。これは新手が来る。お、キャノン攻撃を受けてるぞ。いやーやっぱサイエンティストか。サイエンティストがね、はい、味方のスキビディトイレをね連れてきました。この戦いまだまだ続くぞ。そして撮影していたカメラマンを、はい、あ、撤退かなこれ。撤退だ。え、タイタンスピーカーマンどこ行っちゃったの。いやー素晴らしい。スパイダールンドさんめっちゃ楽しかったです。はい、このようにね、ファンメイドではあるけどタイタンテレビマンがアップグレードされたらどうなるのっていうのをね、めちゃめちゃかっこよく再現されているのがこのチャンネルですよね。そしてね、本家にも負けず劣らずすごい激しいバトルがね見ることできました。皆さん概要欄にですね、スパイダールンドさんのねチャンネルの URL 貼っておきますので、ぜひそちらもね見てください。この話の続き見たいという方が多かったらですね、またリアクション取らせていただくかもしれません。ということで、それではまたねー。タイタンテレビマンかっこよっ。